クッキーです。今回ご紹介するのはこちらの小説です「会社を潰すな、えー」こちらはですねとある赤字書店の再生物語の小説なんですけれども実話に基づいたフィクションということなんですけれども非常に面白かったですね本好きの方とか、えー、書店好き本屋さん好きの方は面白いんじゃないかなと思いますでこのビジネスものとしても面白いですし普通に読み物としてもとっても面白いんですけれども個人的にはですねあのこの企業再生 というのがテーマなんですけれども決算書っていうもうちょっとこの名前を聞いただけで言葉を聞いただけで頭が痛くなるような面白くなさそうなこの決算書っていう言葉なんですけれども、えー、初めて決算書って面白いなと思うことができましたねこの本を読んで、えー、なのでもし決算書とかどういうものなのかを知りたいという方にとっても楽しめますしまあ、そうじゃなくても普通に物語としてとっても面白い、えー、この逆転ものを楽しめるんじゃないかなと思います。 ぜひご興味のある方はお読みになってみてください。このチャンネルではさまざまな本を1分間で紹介しています。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。May the book be with you.